今日はここに準備したハイライトたちの比較動画を撮っていきたいと思います。超楽しみなんだけど、自分でもこの持ってるハイライトたち比較したことないから、みんなね、シャネルだったりトム・フォードだったりはミユが好きなの知ってくれてると思うけど、最近買ったやつでちょっとヤバいのもあったり、あとは動画であんまり登場しないものとかもあるから、とりあえず顔に全部塗ることってできないから、この腕とかね、指でつけた感じでノースウォッチにはなっちゃうんだけど、全部は塗れないから、でも大体どんな感じなのかっていうのは伝わると思うから、とりあえずやっていきたいと思います。どうしよう、何からやろうかね。でたまにハイライト塗ってるブラシどこのですかって聞いてくれる人がいるので、今日紹介しちゃいます。まずシグマの F03 ハイチークボーンハイライターブラシになります。このシグマのブラシはやっぱりね、ブラシに力を入れてるブランドなだけあって、めちゃめちゃ使いやすいです。ね、柔らかさとかもちょうどいいし、柔らかすぎず硬すぎずで、ポイントできちんとピッて入るんだけど、ハイライトってね、ピッてのせるだけじゃなくて、その後で、ね、きちんと綺麗に磨いていくと、さらに肌に馴染んでこう超立体的なハイライトになっていくんだけど、その磨くってこともめちゃめちゃ綺麗にしてくれる超優秀のブラシだから大好きです。で次がこのモーフィーの R36 っていうブラシなんだけど、これはなんかの動画で言ったんだけど、ちゃんともうちょっとね、細かったんだけど、洗ったら爆発しちゃったの。でもね、このブラシやっぱり好きで、一番長くこれが使ってるんだけど、さっきのねシグマのやつに比べるとちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、この毛の部分が短くなって先端に向けて長くなってるのね。シグマのやつもまあそうなんだけど、それよりももっと短い部分と長い部分があるっていう感じで、これもね、さっき言ったシグマと同じようにポイントで入れてから磨くにはもちろんいいし、シグマのやつに比べるともっと柔らかいです。だからでもどっちがいいかって言われたら、全然ミユ気分で使っててどっちもすごくいいんだけど、柔らかさで言ったらね、こっちの方がすごい、もっと柔らかい、毛が柔らかい、こっちの方がちょっとコシがあるっていうの、なんかちょっと固めので、密度もこっちの方がギュッてなってるけど、こっちはそこまでギュッてしてない感じ。本当に磨きたいってなったらこっちの方が磨きやすいかもしれない、この形になってしまったらね。洗ってもこっちのシグマは大丈夫だったけど、こっちはねこう爆発しちゃったけど、でもミュやっぱこれ好きなんだよね、すごい使いやすい。で最後がこのリアルテクニックスのセッティングブラシっていう402番のセットで付いてた1本なんだけど、これも最近ハイライトとして使っていて、毛足はねこんな感じで、こうやって近くで見ると分かると思うんだけど、このリアルテクニックスのこのねブラシってモーフィーとシグマの間っていう感じの形なのね。でそれがミユすごい気に入ってて、リアルテクニックスのはすっごい柔らかいので、もうそれはどのブラシもそうなんだけど、リアルテクニックスのってめちゃめちゃ毛がね一本一本すっごい細くて、すっごい柔らかくて、痛かったことが一度もないっていう感じで、めちゃめちゃ好きなんだけど、この先端に向けてまず長くなってる感じが、まあどっちもそうなんだけど、モーフィーの方に近くて、形がね磨きやすいこのシグマの方に似てるの。だから最近ねこのリアルテクニックスのやつがセットに入ってて、これも使ってるんだけど、もうめちゃめちゃおすすめです。で一番買いやすいのが多分アイハーブで買えるから、このねリアルテクニックスだと思うの。だからこれも紹介したんだけど、本当に使いやすいです。じゃあハイライトたちね比較していきたいと思います。まずトム・フォード、トム・フォードがこんな感じ、指にとってみるとこんな感じで、トム・フォードはゴールド系とピンク系の2色入っていて、特徴的にはすごい色味は濃いんだけど、肌への馴染み方がすっごい本当に立体的に顔を仕上げてくれるハイライトです。で指で触った感じはめちゃめちゃ粉質が柔らかくて、すっごい細かい粉です。で次シャネル、シャネルがこんな感じ。このシャネルはデパコスのハイライトをもう隅々までいろいろ触って選んだ一つで、本当にお気に入りの一つです。で指にとってみた感じがこんな感じで、さっきのトム・フォードの2色の下にスウォッチしてみました。こんな感じ。トム・フォードは全体的にメタリックな感じっていうのかな、わかる？だけどシャネルは
ちょっとキラキラした感じっていうのかな、細かいラメが入ってて、ちょっとトム・フォードとはちょっと違う輝き方をするかなって思います。で、色味はトム・フォードたちがちょっと濃いめに見えるから白っぽく見えるかもしれないんだけど、ゴールド寄りのすごく肌に馴染みやすい、どんなね肌色の人にも使いやすい色かなって思います。で、次シャーロット・ティルブリーで、これが右側がハイライトで、こっち側がブロンザーになってるんだけど、今日はねこのハイライトの方、これが指に取るとこんな感じ。さっきのに比べると全然ねキラキラしてないのがわかると思います。スウォッチするとさらにわかるよね。この一番下の4色目なんだけど、シャネルのやつと色味はすごく似てる、白っぽい色に見えるかもしれないんだけど、これもねゴールド系の色、これは本当にハイライトっていうよりもツヤを出す感じのものだから、あのポイントで海外っぽいハイライトを使いたいってなると、これはねちょっと物足りないかなって思います。でも多分これってそういうポイントでハイライトを使うものじゃなくて、肌全体にツヤを出すような感じのものなんだと思う。次、最近一お気に入りのこのフェンティービューティー、これはこんな感じの色。こうやってねトム・フォードの方と見るとやっぱゴールドに近いかな、でもなんとなくこっちも入ってるようなっていう色味で、指に塗ってみるとこんな感じで、スウォッチしてみた感じがこんな感じ。また一番下にスウォッチしたんだけど、このちょっとラメ感がある感じはシャネルに似てるけど、シャネルよりもうちょっとゴールドが強い感じ、シャネルの方がもうちょっとラメっていう感じがするよね。なんか肌に馴染んでラメがキラキラしてるって感じ。こっちはちょっとゴールドが出てる。でトム・フォードは全然ゴールドとかピンクっていう風に見える。で次がこのタルトのハイライト、これもねミュー大好きなんだけど、これは多分ねもう買えないんだよね。だからあんまり動画で出さないようにはしてるんだけど、めっちゃプライベートではすっごい使ってます。でこれが指にのせた感じがこんな感じ。意外に全然輝かないね。ちなみにこっち今トム・フォードつけてみたんだけど、わかる？全然輝いてないね。ミュすごい好きだったんだけど。で、スウォッチしてみるとね、こんな感じ。わかった？これがなんで綺麗に見えるか。ちょっとね、動画でわかるかわかんないんだけど、一番ね、ラメが大きいのかな。だから、キラキラして見えるの。キラキラキラーっていう風に見えるから、肌にのせたらね結構ね発色する。フェンティのやつよりちょっと色味は白っぽくなるんだけど、でも同じぐらい綺麗に輝いてるのわかるかな。キラキラキラっていうラメ感が一番強い、密度が薄いっていうのかな。ラメ感のこれは細かいラメ感、フェンティのやつは細かいラメがすっごいぎっしり入ってる感じで、シャネルのやつも細かいラメだけど、いろんな輝き方をするからすごい綺麗にキラキラキラーってなるじゃん。トム・フォードのやつはなんて言うんだろうね、本当にメタリックな感じに見える。キラキラはしてないよねトム・フォード、ただ立体的に見えてるって感じ。すっごい馴染んでる。このトム・フォードのピンクの方はちょっとやめとこう。次、ミラーニのムーングローのハイライターなんだけど、これもねあんまりもう最近動画とかで使ってないけど、めちゃめちゃ綺麗で気に入ってます。でこれも色味はゴールド系、ミューねどちらかといえばゴールド系の方がピンクとかよりは好きだからゴールド系ばっかりになっちゃうんだけど、でこれね久しぶりに使うからどんな感じか忘れちゃったんだけど、一時期めっちゃハマっててこんな感じ。あーでもそんなに輝きはないね。また今一番下にスウォッチしてみたんだけど、わかるかな？これはラメ感は一切ないね。これもねすごいミュー的に前綺麗だなと思ってたんだけど、意外にそんなに綺麗じゃない。他のやっぱ気に入ってるやつと比べちゃうと、これはちょっと微妙に粉っぽさがあって、しかもちょっと白く見える。すごい好きだったんだけどな。じゃあ次、プチプラでめちゃめちゃいいこのウェット&ワイルドのまずブロッサムグローっていう色と、で次プレシャスペタルズっていう色と、で最後ゴールデンフラワークラウンっていう色があります。で右からピンク系で、
でピンクとゴールドの間って感じで、でゴールドっていう感じの順番だね。こう見るとまずブロッサムグロー、プレシャスペタルズ、ゴールデンフラワークラウン、もうすでにめちゃめちゃねメタリックな感じ、すっごい綺麗で、装置してみるとこんな感じです。上がプレシャスペタルズ、ブロッサムグロウ、ゴールデンフラワークラウン。一番ねトムフォードのやつに今まで装置したやつだと似てる気がする。一番上にねトムフォードのやつ乗せてみた。え、めっちゃ似てない？似てる。輝き方がすっごい似てる。だけどここで伝わるかはわからないけど、あのね、もっとメタリック感がやっぱトムフォードはある。こう粉っぽさが一切ない感じっていうのかな。多分ね動画では全く伝わってないんだけど、このブロッサムとかは結構ね粉っぽさ強めなんだけど、この辺になると結構トムフォードに近づいてるかなとは思う。わかんないよね。やっぱねこのウェット&ワイルドはめちゃめちゃ最強だと思う。超安くて最強で、次またプチプラのやつで、カラーポップのインヌードエンド、これねミュー全然使ってないんだ、好きじゃなくて。結構ね粉っぽさがあるのと、色がなんかね使いにくいの。これ結構白目で、この辺とかはゴールド系なんだけど、なんかくすんで見えない、あんま綺麗に見えない、綺麗に感じないっていうかね、毛穴が目立つ気がして、カラーポップのハイライト全然使ってなくて、でこれピンク系で、この辺になるともうね濃すぎて、これもね結構濃いんだよね。で粉っぽいから濃くてもねトムフォードとかめちゃめちゃ馴染んでくれるから大丈夫なんだけど、濃くて粉っぽいとただ黄色をなんか頬の骨のとこに塗ってるみたいになっちゃうから、こう見るとめちゃめちゃやばいんだけど、今までで一番今なんかギランギランを感じた。やばいね、指につけるとめっちゃ綺麗なんだけど。ちなみに今日はこの色とこの色だけやります。スウォッチしてみるとこんな感じ。このね白になると結構ね指に取った時綺麗なんだけど、粉っぽさがね今あった。やっぱね指で見るとやばい、超綺麗。なんだろうね、ここに乗せちゃうと全然わかる。これはそこまでキラキラしてない。これは結構綺麗っちゃ綺麗だね。綺麗だわ。でもやっぱこのトムフォードとかレッド&ワイルドのプレシャスペタルズの色ってこういう輝き方するじゃん。ほら、そういう輝き方はしなくない？わかる？やっぱただキラキラって感じ、立体感を出してくれてる感じ。もうさ、本当の誤差っていう感じだからさ、めっちゃ伝えるの難しいんだけど次、カラーポップのこのモンスターっていうスーパーショックチーク、これもハイライト。これがちょっと分かりにくいと思うんだけど、ただの白に見えると思うんだけど、ピンクとか紫っぽく光るから、まあ普段のメイクでは全然使えないんだけど、ちょっと変わったメイクをするときに使える。わかるかな、ほらピンク紫っぽく見えるじゃん、ピンクですごい綺麗に輝き回る感じ。装置してみるとこんな感じ。やっぱこう見るとピンクっていうか紫感がすごい強いんだけど、化粧がちょっとねよれちゃう感じがして、このカラーポップのシリーズを使うときはちょっとねファンデーションを本当に選ぶと思う。本当ねこんなことやってても多分わかんないと思うんだけど、めちゃめちゃなんて言うんだろうな、ふわふわするし濡れた感じがして、あの本当どれもそんなのはないんだけど、これだけねそういう特別な感じはあるんだけど、でも例えば水っぽいファンデーションとかで粉はたかないでこれをのせたらすごい綺麗なツヤを作ってくれると思うけど、そうじゃないミユが好きなマットな肌にしてからとかでこれをのせちゃうとよれちゃうと思う。だから、まあ、ファンデーションにもよると思うけど、まあ、この色だからね何とも言えないんだけど、他の色どうなんだろう。でも多分テクスチャーは全部同じような感じだからちょっと扱いづらいと思う。カラーポップのこのね粉状のこういうハイライトなんだけど、これは最強にもうギランギランになります。これまだ売ってるのかな。これはねもう逆にキラキラになりすぎて、ミユは顔に一回使ってもう失敗したから
それから体にしか使わなくなったっていうぐらい、こう見ると本当に綺麗なハイライトって思うかもしれないけど、もうなんかレベルが違うんだよね。ちょっとね、本当にロボットみたいな、ロボットみたいになっちゃうの。そう、わかるよね。この一番下のやつ綺麗なんだけど、ハイライトとしてすごい綺麗なんだけど、顔に使うのはちょっと勇気がいるぐらいギランギランになります。もうカメラ本当に全然伝わらないかもしれない、やだ。で次、このスリークメイクアップのこんな感じの、これもハイライトなんだけど、これがねベースっぽくなる濡れた感じの粉ではないハイライトもついてて、であと3色、この2つがねすっごい綺麗だと思うんだけど、全部ねわかる、あんまり色味の差がないんだけど、でスウォッチしてみた感じがこんな感じ、なんか全体的に銀のラメが入ってるのかな、なんか白っぽいラメ、今までにないほんと銀色っぽい感じ。ちょっと伝えづらかったから、今ねさっき紹介したこのプレシャスペタルズのレッド&ワイルドの色をここに乗せたんだけど、ちょっとあったかめの色だと思うんだけど、寒い感じの色っていうの、白っぽい銀色っぽく輝くハイライト、今までにない感じでめちゃめちゃ綺麗。すっごい指で触った感じも柔らかい粉で、すごい綺麗だねこれ。全部ね色味の差が本当に、今曇ってるからかもしんないけど、あんまちょっと見えわかんない。次、レボリューションプロ、これメイクアップレボリューションのローズゴールドっていうハイライトパレット、4色入ったハイライトパレットになります。この白とか真っ白すぎるんだけど、もうね雪みたいな感じで、白とゴールドだけ今日はスウォッチしていきます。スウォッチしてみた感じがこんな感じ、わかるかな、この白の発色の良さ、めちゃめちゃ綺麗なんだけどね、これをね肌にのせるとまあすごいことになる。もう最近乗せてないからちょっと忘れちゃったんだけど、でもこう見ると発色はすごいいいけど、輝き方がすごい綺麗かって言われたら、全然なんか結構粉っぽいアイシャドウっぽく見えるかなって思う。この辺のさっき乗せたプレシャスペタルズとか、あのスリークはこれがない時ってそこまで感じなかったかもしれないけど、やっぱね肌なじみがめちゃめちゃいいんだよね。ピタッとくっついてる感じ。発色だけはいいけど、これはね絶対浮くよね。こっちの色は結構この辺の色に近い気がする。この色は発色も綺麗だし、ラメ感もキラキラキラっていうよりかは、そう全体的な立体感を出してくれる系のハイライトだね。すごい綺麗。白はちょっと発色良すぎ。で次、このモーフィーのこっち側に入ってるハイライト、白っぽい色と黄色っぽい色とピンクっぽい色とゴールドの色があるんだけど、このパレットまだあんまり使ってなくて、一番使いやすそうなこのゴールド系の色と、このピンクもピンクすぎずめちゃめちゃ使いやすそう。で粉質が今触ったらめちゃめちゃサラッサラで、すごいいい感じ。今ねスウォッチしてみたら、手につけた時、指につけた時は結構ねあのメタリックな感じがしたんだけど、腕につけるとわかるかな、この辺結構目立ってるじゃん。肌の色にすごい近いのかな、綺麗に多分ツヤを出してくれる感じのハイライトな気がする。さっきのシャーロットティルブリーまでいかないけど、多分肌なじみがすごいいいから、海外のハイライトボーンっていう感じじゃなくても、目の下だったりそういうとこにも使いやすいハイライトなんじゃないかなっていう感じがする。すっごい粉が柔らかくて、ほんと肌なじみがいいから普段から使いやすいと思う。でね、こっちブロンザーだから関係ないんだけど、めっちゃこれも良かった。で最後ね、この2クール4スクールのハイライトと、あとこのトニーモリーのハイライト、これは韓国のメイクをした時に買ったんだけど、この2色ね、このトニーモリーの方はね肌にのせるとめちゃめちゃ濡れツヤ感になります。あ、でもこう見ても結構伝わるかもしれない、ちょっとツヤってなってるじゃん。でね、こっちの2クール4スクールの方はミユね手でしかまだ取って使ったことないんだけど、多分ね韓国のやつだから若干似てる感じ、ほら色味は違うんだけど、でもどっちもね
ツヤは出るんだけど、パキッとしたね、ハイライトには絶対にならない感じなんだよね。ほら、こうさ、やった時に、なんていうの、光を取り入れる系のハイライトってあるじゃん。こういう風に。そうじゃないの、この2色は。すごい伝えづらいんだけど、粉っぽさはすごい強いんだけど、肌にのせて、全体的にのせると、あんで、なじませるとめちゃめちゃね、ツヤにはなるんだよね。だから、ツヤっぽいのか、ハイライトっぽいのかっていうのが難しいんだけど、どういうハイライトを求めてるかにもよると思うんだけど、とりあえず今この乗せた2色は、頬骨の高い位置に乗せるのは向いてない。この辺はやっぱそういうのに向いてる。この光によって輝き方が変わって、一番高い部分に、一番、なんていうの、光を集めてくれるから、全体的にこれをメタリック塗っちゃったら怖いじゃん。でもね、こっちのやつはすごい肌なじみがめちゃめちゃ良くて、広い範囲にのせるとめっちゃね、濡れ、ツヤっとするんだよね。だからこれはこれですごい綺麗っちゃ綺麗。とりあえず自分的に色々分かったことがあるから話していきます。まずね、めちゃめちゃ気に入ってるこのトム・フォードにすっごい輝きが似てるっていうのは分かってたんだけど、装着してみるともう結構似すぎて、値段は全然違うのに本当に結構似てたから、トム・フォードのあの立体感が欲しい人はレッド&ワイルドをとりあえず買ってみるのをおすすめします。めちゃめちゃ輝き方が同じ感じのハイライト。でもやっぱり肉眼で見るとトム・フォードに勝てるあのね、立体感とメタリックさっていうのかな、はないと思う。装置では似てるけど、ほんと少しの差かもしれないけど、トム・フォードの方がやっぱ値段だけあってミューは好き。やっぱ高いからなのかな、トム・フォードだからなのかな、わかんないけど好き。でもう一つ気に入ってるハイライト、このシャネルっていうのもみんな知ってると思うんだけど、最近ね、このミニサイズのね、このハイライトにすごくハマってるんだけど、この2つも装置してみたら色味は違うけど、細かいラメが入ってて、それがまばらにあって、だからキラキラするっていう感じがすごい似てた。で、色味はこっちの方が明るめで、こっちの方がゴールドが強めだから、色はトム・フォードにすごい似てるんだけど、このフェンティのやつは。でもラメ感、輝き方はすごいシャネルの方に似てて、これとこれの間の感じ、どっちも兼ね備えてる感じがするっていうのかな。だからね、最近これめちゃめちゃお気に入りなんだけど、今日はこれをとりあえずつけようと思います。最近の一番のお気に入りで、その他だと最近買ったこのシャーロット・ティルブリー、これは本当にツヤ出し用だから、ハイライトとしては期待しない方がいいと思う。で、このスリークは他にはない、なんだろう、ラメ感が銀に近いような感じっていうのかな。これもつけるとめちゃめちゃ海外っぽい、もうパキーンとした綺麗なハイライトになると思う。てかなったのね、前使った時に。で、あとプチプラ系のこのメイクアップレボリューションのやつとか、あとカラーポップのやつとか、パウダー系のもあるんだけど、この辺はミユプライベートでもあんまり使わないし好きじゃないんだと思う。すごい悪かったっていうわけではないんだけど、こう装置してみて、でもやっぱね、すごい綺麗なわけではなくて、ちょっとの差で使わないものっていうのが出てくるんだけど、それがこの辺の、まあ大きいパレットっていうのもあるよね。大きいパレットで使わない色とかが出てきちゃうと、そのままね、引き出しの後ろの方とかに行っちゃって、そのまま使わなくなっちゃうみたいな感じのものではあるんだけど、それがすごいね、多分いいもので、本当に気に入ってたら多分前の方にあると思うから、この辺はすごいいいからおすすめしますっていう風には全然ならないものかなって思う。とりあえず全部すっごい違いがあるわけじゃないから、もう説明してるとキリがなくなっちゃうんだけど、フェンティをとりあえずつけていこう。なんか話のまとまりがなくなっちゃうんだよね、話し始めると。ねえ、もうわかるよね、これ。やっぱりこのフェンティはやばいね。やばい、部屋暗くしてるからめっちゃわかりやすいけど、やばい、なんで早く買わなかったんだろうって思うぐらいめっちゃ綺麗だから、持ってる人もいっぱいいると思うけど、
持ってない人本当におすすめ、超綺麗。そんな感じでちょっと終わりにしようと思います。一生話せちゃうので、じゃあそんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。じゃあこの動画が参考になったらぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。